近いし、はい、キャサリン、じゃあ、1、2、3、はい、1、2、3って言って、はい、でしょねえ、はい、うん、そうです、大山積神の義神体はこれ目、この花咲く姫じゃないですか、ね、この花、そうです、そうです、この花咲く姫という読み方です、どう、そうだ、この花かぐや姫だね、うん、読めんのですわ、昔の字はとんでもない、イエーイ、タッチャーさん、イエーイってやって、イエーイってやってほしかった、あそこから出るんだね、ここに並べて、誰かの手伝いしてます。
これだってあのほら出雲大社だからこうパーンってやって戻るか戻らなかったらいいけどね。左に曲がりますよ。よろしいですか。はい、失礼します。なられたんですか。
われた源平の合戦最後の戦いを何の戦いというでしょう。まともだね。まとも？まともです。正解です。何のぐらいの戦いです。次に行きましょう。大きな戦いここすごく江戸の何うん、あ、ごめんなさい、一人ごと一人ごとここまっすぐ行くんだと思っちゃういいですか、次に行ってもいいですか。じゃあ大きな国の木の下で踊ってもいいですよ。踊っても行ってみましょう。大きな国の木の下でお願いします。もうすぐいいですか。1、2、3、はい。大きな国の木の下であなたと私楽しく遊びましょう。大きな栗の木の下で大きな栗の木の下でお話ししましょう。大きな夢を大きく育てましょう。大きな栗の木の下で。いい歌ですね。かわいい歌です。